4月13日土曜日東京ニューピアホールで開催される格闘技イベントディープ東京インパクト2024セカンドラウンドの前日計量が12日都内にて行われた第7試合のディープバンタム級 61.2kg5 分 2R では胸毛に来こと8スケン太郎ファイターズフローがプロ MMA デビューで朝日名隆起 ジャパントップチームと対戦する。ハチスは 61.15kg、旭縄 61.6kg で軽量をパスした。ほと、胸毛2キがバキバキボディ披露、旭縄女毛クリームをプレゼント、ハチスは TPP 東京に参戦するプロレスラーで、全日本パワーリフティング選手権準優勝の実績を持つ。ブレイキングダウンにも継続参戦していたが、 昨年3月に K 大負けを喫して顎を骨折。9月にプロレスのリングで復帰を果たした。今回はアマチュアを飛び越え、いきなりのプロ MMA デビューとなる。対する朝日奈は柔道16年のバックボーンを持ち、21年7月のブレイキングダウン第1回大会にも参戦し、判定で勝利している。22年9月のプロデビュー戦で勝利するも、その後は3連敗となった。BD そして MMA の先輩としても負けられない戦いに臨む。軽量を終えたハチスは、ブレイキングダウンから来ました。俺が胸毛プロレスラーのハチスケン太郎だ。ようやくここまでやってこれました。明日は俺たちが第7試合だけど、メインを食うつもりで盛り上げますよ。朝比奈、準備はできてるか明日は俺が、ディープを胸毛の海に沈めてやるよ。時合い十分。一方の朝比奈は、 まずあなたの YouTube 上でイケメン VS ブサメンとか言って盛り上げてくださって、イケメン扱いしていただいてありがとうございます。そんなブサメンハチスさんにプレゼントを持ってきてあります。除毛クリームです。明日僕に負けたら5号でもじゃもじゃのヒゲと胸毛を吸ってきてください。と除毛クリームを渡し、トレードマークである胸毛剃りを要求。これにはハチスも、何だと、と困惑の様子だった。 果たして明日は、蜂スが宣言通りディープを胸毛の海に沈めるのかそれとも、ヒゲと胸毛を処理する羽目となってしまうのか二人の決戦に注目だ。軽量結果、タイトルマッチ及びキャッチウェイト以外の階級制の試合では 0.5kg の許容重量が認められている。